ローガル州にごく近く、クラム川が流れているが、ハタック族が最初に定住した土地がバンヌである。ことからも、おそらく、ローガルが故地であろうと考えられる。南部の州ほどではないが、ローガルは、宗教的に保守的な土地柄である。ローガルの政治史は、まるで近年の混乱の歴史のひなのようであり、アメリカの侵攻以前には、州内には、タリバーンと、 北部同盟の両者の支配地域が混在し、住民は外国人の兵隊には冷たいという噂があるものの、アルカアイダの訓練基地まで存在した。ヘクマティアールのヒズベイスラーミーの長年の本拠地でもある。実際には、お尋ね者のヘクマティアールは、議会には受け入れられなかったのであるが、2005年の総選挙では彼が当選した。タリバーン政権崩壊後の数年間は、 北部同盟のジャマー,アーテイスラーミーの支配下にもあった。2007年時点で隣接するいくつかの州よりは治安が安定しているものの、ローガール州は軍民双方を対象とする自動車爆弾やロケット攻撃を主体とする反政府活動が高い頻度で継続している。2021年アメリカ軍撤退を契機にターリバーンの活動が活発化。8月13日までに 州都のプリアラムが制圧された。2012年9月現在の州知事は、イクバールはズイズイである。バラキ、バラク、チャーク、クシ、モハマド・アーガー、カーワン、アズラの6軍と、プルアイ、アラム氏を要する。住民の多数は、パシュトゥーン人とタジク人。部族間の土地をめぐる争いは、国内の大部分の地域と同様に、政常不安の原因となっている。 ありがとうございます。